やっはー、今日は Get Ready With Me をしていきたいなと思うんだけど、ちょっとあのね、この化粧した時に結構寝起きだったので頭回転してないから全然喋れてないんだけど、でもまあ久しぶりにね Get Ready With Me したいなとも思ってたし、まあ今日もねちょっと出かけなきゃいけないので、まあちょこちょこしゃべったり、今あんまりちょっと喋れてないんだけど、まあとりあえずこんな感じで出来上がりました。で若干ねスモーキーで春らしいような感じの目元にしてみたし、まあとりあえずそんな感じで Get Ready 一緒にやろうねひぼちん。まず一番最初に下地、最近使ってるのが前にも紹介してる色マスカーのなんかジェルのタイプの下地、これがもう本当に好きすぎてやばい。本当に肌しっとりさせてくれるし、保湿がやばいし、こうあとねジェルだから冷たくてすごい肌気持ちくて肌プルプルにしてくれるんだよね。なんだっけ、ファンデーション使っていきます。300番。最近ねもうなんか今セルフタンニング塗ってるから今ちょっと黒いけど、セルフタンニング塗ったりセルフタンニング落ちてきたりなんだかんだでファンデーションの色がマッチしなくて、これ OK。 どうしようかな、髪型がね今日決まってないんだよねまだ。どうしよう、あコンタクト入れてないし、入れればよかった。やっぱりねなんか Get Ready With Me 久しぶりな気がする。全然してないよね、まあ、何喋ればいいのか分かんないんだけど、なんか画面越しイメージすごい黒いな。やいー、やっぱフェンティエイティのファンデーションほんと綺麗。もう最近めんどくさくてコンシーラーだけだったりしてて、ファンデーションとかあんま塗んなかったりとかしたんだけど、やっぱほんと綺麗に決まるね。やばい、毛穴とかほんと消えてくれるし。 OK、 うん、300番でいいんだ、これ合ってるわ色が。そしたら今日は、ウェットワイルドのコンシーラーのライトアイボリー。いつもはね暗めの色を一番最初に目の下置いてからハイライトとして置くんだけど、まあ今日ファンデーション塗ってるしちょっとだけね目の下明るくしたい効果の方が、目の下明るくしたいのてか時間もないんだわ、雨忘れてた、寝坊したんだ。今何時、暑い、今日28度、超暑い、どうしよう。ジャケットってかまあ薄めのねやつを肩にかけてちょっとかっちりしたかっこいい感じにしたいんだけど、多分暑くて完璧脱いじゃうよね。暑い、もう本当に夏やばすぎ。まだ5月だよ。まだ5月だよ。だから夏服、もうそろそろ、紹介していくけどね。フェンティビューティーのコントはモカ。もう今日は時間がないので、ちょっと薄め。これあんまボケないでしょ。本当はね、筆にダイレクトに取ってやればよかったんだけど、ちょっとなんか、その時間すらもったいないっていう。こうやってやる方が時間かかるんだよね。でね、最近っていうか結構ほんと最近はコントアリング、頬のこの何くぼんでる部分、ダイレクトじゃなくてちょっと若干上にぼかすのが好き。なんか目がまだ起きてない、てか顔がまだ起きてないわ。今日は結構顔が崩れる気がするので、パトリックスターのパウダー、なんかこっちの方が本当にカバーセットしてくれる感じがする。 RCMA より、
今日は久しぶりにカットバンディのシェイド&ライトのこの真ん中の色を使います。顔がなんか白くなってきちゃった。真ん中とこの隣の色を混ぜて、目の下もうちょっと明るくにしていきます。多分今ね、寝起きの顔してるから目の下明るくしたいなと思う。そして次にメーカー、とりあえずソフトグラム使っていきます。今日は洋服白いから何でも合うんだけど、このバーントオレンジをベースにしていきます。この色入れていきます。多分今日はほんと適当、やばい、頭が回転しないから全然話せないし。で、あ、そうね、今日は、今日の予定は国際なんだっけ、国際展示場ビッグサイトにコスメのね、今日は展示会があるらしくて行ってくる。そして次にジャクリン・ヒルちゃんのパレットのどれにしようかな、この色クリスにのせ、クリスじゃない、目の上のせちゃいます。軽く、そこまでがっつりスモッキーにしたくないんだよね。こんな感じ。うん、そしたらラメ感をちょっと入れて、このスモーキー感もうちょっと抑えていきます。クロエちゃんのパレットのこの色を指にとって目の上乗せていきます。OK、 でアイライン引きましょう。そしたらアイライン描いて、まつげつけてまた戻ってきます。そして次にこの、まあ、薄めの色取って、で眉毛の下、ちょっと眉毛がね変なのでこう綺麗にしていって、ちょっとつけすぎちゃったけど。そして、目の下はちょっとなんかつけまの長さがこっちとこっちで違うんだよね。あ、目の下も適当で、そんなにもうちょっと今日は凝ってやってらんないので、さっき取った2色取って、で、ちょっと濃い色も入れたいので、さっきのこの雨がいつも好きな色でスクリーンビー入れて、マスカラはね、いつもファシオを使ってます。ファシオのロングのやつが好きで、あと40分できるかな。で、こう逆さまつげだから、いつもねこうやって、これどこだっけな、資生堂の細いやつ使ってからマスカラしていきます。久しぶりにこのタートのやつ使おうかな、この辺2色混ぜて、ハイライトか、ハイライトはね今日もう決めてんの、これです。
で、筆がマーフィーの E の30。これね、なんかもう一個好きなのあるのになくなっちゃった。もう何度これダメダメ、これもう何回何回乗せてどんな発色か分かってても毎回やばいわ。リップどうしようかな、袋かこう。で、最近これも気に入ってる、エマ・ハーディのミスト、これにしようかな。ヌードトロフィー、違う、ヌードトリュフ。あんまりね、今日はああいう化粧しようとかいうのが頭になくて、なんだかんだね、いつもと同じ感じになっちゃうけど、ウェディー休みだからいいよね。こう、主人公で見る顔と、こういう照明で耐えてる顔、違かったりするからむずいよね。よいしょ。そのためもお化粧し始めたところ、14ぐらいの時に、それに気づいて、どうすればいいんだろうって。だからやっぱり自然光の光が一番いいことに気づいてね、本当は窓が近かったらいいんだけど、ちょっと遠いのでしょうがないね。お、なんかちょうどいいのが目の前にある。キコのリップペンシルクロスだって。お、え、かわいい。うわ、一回もこれ使ったことないわ。の、そうだ、番号8番クレヨンペンシルリップグロスだって。うー、いいじゃん。これとこれ持っていくじゃん。カラーポップのタイトフィット全体に置きます。ちょっとピンクトーンが入ってるんだよね、わかる。よし、なんか輪郭が薄い気もするけど、ちょっと見たい顔。なんかピンクだね、唇が。微妙だわ。もうちょっとこうピンクのヌードは好きじゃなくて、なんか肌が濃いから多分いつもの感じじゃないんだろうね。何にしようかな。でもいつも何使ってたっけ、肌濃い時忘れちゃうんだよね。今のシンプルにこれにグラスだけでもいいのか。タイトフィットがピンクすぎた。どんなにしよう。OK。まあ、こんな感じで OK でしょう。よし、ちょっと着替えて戻ってきます。よし。よし、こんな感じで、完成しました。なんかね、これザハルのトップスなんだけど、ちょっと大きくて S を頼んだんだけど、この横の部分とかもこう紐が長いから短くこう調節してるんだけど、そうすると横がペローンって出てきちゃったりとか、若干ちょっと大きいんだよね。まあいいや、でもすごい可愛いのでいいんだけど。よし、で髪の毛とかも本当別に大して何もしてません。昨日お風呂入って髪の毛乾かして寝て、その寝て起きた状態のままほとんどで、このトップの部分とかが少しね、寝癖ついてたので、これも全部寝癖なんだけどちょっとだけ直して、まあこんな感じでいいかな。で、そうだ、ジャケット、この H&M のあれまあこんな感じで、で下デニムで行きたいなと思ってるんだけど、とりあえずまあこんな感じです。で、そうだね、まあ、髪の毛は最近ね、このストレートアイライナーがストレートアイロンがすごい好きで、これ6プラスのやつなんだけど、これすぐ温まるし、なんかね、とりあえず好き、すごい使いやすい。なんかこう持つ感じも好きだし、こ
な感じも好きで、すごい使いやすい。みんなもよかったらチェックしてみてください。よし、オッケー。こういう時はいつもノーブラなんだけど、今ねハイライトとかちょっと今やりました。オッケー、ちょっと長くなっちゃったけど、 Get ready with me でした、久しぶりに。でまあこんな感じで行ってきます。でまあビデオブログとかもできたらいいなと思ってるので、みんなお楽しみにって感じで、いいねとあとはチャンネル登録まだしてない人お願いします。次のビデオもお楽しみに。じゃねー。